やってみよう。やりましょう、やりましょう。縦横斜めで、うん、自分の色を五目並べ、うん、あの5個並べられたら勝ち。縦でも横でも斜めでもいいよ。あ、オッケーです。うん。オセロみたいなもんすね。あ、そうだね。で、相手が5個並ばないように自分は妨害したりとか、そういうのをしていく感じの。はい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 、なるほど、なるほど。例えば1個目を置きました。はい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 。おい。なるほどな。そうそうそう、こういう風に妨害をしてて、なるべく相手に5を作らせないようにするというか。ああ、なるほどなるほど。5個目を置かれたら、うん、負けだから。はい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 、 OK です、 OK です。これはだから賢い方がというか、今どこにいくつ並んでるっていうのが見える方が勝つっていう感じかな。うんうんうん、はい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 、なるほどなるほど、 OK です、 OK です。うわ、めっちゃ頭使うじゃないですか。そう、これなんで人気になったのかわからない。確かに確かに。おいしょ。ちょっと怖いじゃないですか、その先輩。怖いよね。めっちゃ怖い。あ、見えるか。やっぱり。あ、うわ。123、123、はい。もうこれ終わってるじゃないですか、チョコ。これどっち置いても負けちゃうな。いや、待てよ。待てよ。こうしちゃうもんね。いや、勝ちだよ。そうっすよね。先手そっちだった。うん。先手そっちなの忘れてた。いや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 、今ので理解したんで。そう、だからね。あ、そっか、向こうが先手だ。あ、やった。先手が強いんだった気がするんだよね、確か。マジっすか。最初はどこでもあんま関係ない気がするんだよな。うん。ういこう、こうだよね。まあ普通に。いいんすか、そこで。止め、うん。で、止めて。うん。止めるじゃん。うん。止めて。こっち止め？うん。うん、こう？よいしょよいしょよいしょ。これで、え、足足足。理解してきましたよ、このゲーム。いけますね。え、これ先手の方が有利ですね。有利なんだ。うん。え、ここ？
ああ、そこ行くんだ。じゃあここ、ここ。そうじゃん。うん。そうだね。ここ？うん、そうだね。お？うんうん、ほいと。津田先輩が気づいてない。いいっす。そう先輩大丈夫ですか？そろそろあの全然わかんないね。え何が違う？え何？あ白だよね。えそう白す白す。斜め止めしとくかな。うん。なるほど。あ、ちょっとそれはやばいっすね。ちょっとそれやばいっすね。うん。それはやばいっすね。その先輩。それはちょっとやばいっす。わかった。なんかいっぱい3、4作られてたから負けるかと思って。いやチョコ勝てると思ってましたマジで。